クラクは、日本の大衆文芸雑誌。1923年から1928年に、直樹三十五らによって発行されたものと、1946年から1949年に、おさらぎ二郎を中心として発行されたものがある。クラク新年創刊号1922年、大阪の化粧品会社中山太陽堂が、出版社、プラトン社を設立した。 中山太陽堂の顧問であった幼いカオルをプラトン社の編集長に同社の広告図案家だった山六郎をプラトン社に出向させ同年4月雑誌女性を創刊していたプラトン社ではさらに雑誌を創刊する予定があり文芸春秋社にいた直三十五が1923年9月1日の関東大震災を機に菊地博士 芥川龍之介、久米正雄、里見トミンラの推薦状を持って、大阪に移り、プラトン社に入社した。直樹と同期入社の編集者に、川口松太郎、デザイナーに、山名文夫がいた。直樹が新雑誌の編集を受け持つこととなり、同年12月には、1924年1月号を、持って、第一期、クラクは創刊された。雑誌名、クラクとは、英語の、 ライフを幼いが日本語に翻訳したものである。クラクの発行人は、女性同様、松坂青系が引き受けた。編集方針は、講談でも、文壇小説でも満足しないというハイブラウナ層に、向けたものであった。創刊号の執筆者は、幼いや直樹のほか、里見トン、吉井勇、岡本喜道、白井教授らで、創刊特別別冊大付録。 代表的五大名家義曲傑作集には、谷崎純一郎、菊池博史山本雄三らの作品が掲載された。直樹の槍の剣見えかたびらは、自身初めての小説で、その後は、あだうち者を中心に、多くの時代小説を掲載するようになり、これらの作品が、菊池博史に認められて、文芸春秋にも執筆するようになった。編集者には、 川口、デザインは、山と三名が、女性に並行して行い、差し絵画家に、岩田千太郎、竹中栄太郎がいた。1924年の5月号に、直樹が、講座よりへの筆名で書いた、真珠キラの坂は、評判が良く、牧野肖像の牧野映画製作所当事員撮影所が、雲の坂のタイトルで映画化した。この成功で、直樹は、 映画制作に大いに興味を持ち、1925年3月には、奈良に映画制作会社、連合映画芸術家協会を設立。夏には、プラトン社を退社した。同年4月、プラトン社が、同島ビルディングに移転、同年、研究機関、中山文化研究所を、併設、所長に、藤川優を招き、 大阪の道島ビルと東京の丸の内ビルジングに置いた。プラトン社は東京に本格進出し、1926年には岩田千太郎が、翌1927年には川口松太郎がそれぞれ東京に転居し、二人は田畑文志村に住んだ。直樹も同年には連合映画芸術家協会を解散し、プラトン社について東京に舞い戻る。 大衆小説の草分け的雑誌であり、アールデコの強い影響を受けた、ソフィスティケートされたデザインの雑誌として、プラトン社が廃業する1928年5月まで、女性誌と共に発行された。江戸川乱歩の人間椅子がよく知られているが、他に、小坂井吹、片岡鉄平、横溝聖子、甲賀三郎、安別恒夫、馬場古町、松本康史。 本田著生、信原健、牧剣、ま、マキイツマ、大下うだる、小船勝次らの探偵小説が掲載された。全51号。第二次世界大戦後の1946年、かつての暗く寄稿者でもあった、おさらぎ次郎が、その復刊を目指し、川口松太郎を通じて、プラトン社の経営者だった。 中山豊造の実刑で、中山太陽堂の創業社長、中山大地から使命を譲り受けた。鎌倉文庫にいた田中のべに、モダン日本編集長だった菅井正義らをスタッフとして、クラク社を設立、同年10月号から第2期、クラクを創刊した。当時海軍放出の養紙を抱えていた文殊堂が出資者となっており、養紙も豊富だった。 おさらぎは、占領下日本のアメリカニズムの反乱に対して、編集方針は、アメリカのあの字も書かぬと抗言し、解雇趣味とけなされてもよかったと、ラオ大家と言われる作家の作品を中心に掲載した。総刊号の執筆者は、小説が、おさらぎの他に、久保田万太郎、上塚佐商健、長田秀夫、白井京次、加藤武夫、吉谷信子、宮川万魚、 随筆に、平山六校、菊池博里見トン、佐藤公席、北村六郎、花柳翔太郎、内田誠、短歌、俳句に、吉井勇、中村定女などであった。表紙は、か木清方の美人画で、穴黒、江戸の通人趣味などと批判されたが、十三万部売り切れとなった。おさらぎは編集の意図が、 日本の文化に否定的な時世への反抗であり、また、青臭い文学青年の文学でなく社会人の文学を築きたいと志していると書いたように、主な対象読者は、中年以上で、清方の表紙、名作絵物語、安藤鶴を、落語鑑賞、菊池博新婚弱物語などの連載に人気があった。売れ行きは好調で、翌1947年には、 最高15万部となる。執筆者は、その当時はあまり執筆のない作家が多く、高浜巨子の1947年2月号掲載の虹は何十年ぶりかの小説発表であり、続いて松本隆水原修央氏などの俳人にも小説を依頼した。その後、豊富だった養子事情が悪化し、 相関わずか半年の1947年5月からは、ページ数制限がなされた。中村学寮は自ら絵物語をやりたいとおさらぎに、頼んで、谷崎淳一郎、おつや殺しを1947年12月号に、描いたが、原稿料は受け取らなかった。志賀直哉や谷崎の商品を、カラーページに掲載したり、また安藤鶴を、水谷一志、飯沢ただし、 高木志郎らの同好会 JJJ グループによる音楽記事もあった。おさらぎは戦後最初のクラマテングシリーズである新東京絵図を同年から1948年まで連載した。1948年2月には北南米在住法人向けの海外版クラクを発刊した。GHQ が用紙、印刷等を圧戦したものだったが、 同じように海外版を発行した、キングなどと同様に赤字で、この海外版は3号で終了した。クラクャは、資金面では出資者の文受道が実権を握っており、これを不満とした編集者たちは、東京地方裁判所に仮処分申請して、文受道と手を切り、1948年7.8月合併号から、独自経営となった。 しかし1948年5月に発足した新聞及び出版用紙割当事務長の用紙割当などによる出版不況が始まり、暗くも売れ行きは悪化していく。暗く者社の再検索として、まずおさらぎのクラマテング選手全13巻を刊行した。ついで青少年向けの雑誌、テンバ、ペガサスを1949年新年号から発行したが、 返品率90%という損失で6号で終了した。暗くも若い層に向けにするために絵物語の解説を川森義蔵にするなどの方策も実施したが経営改善には至らなかった。1949年9月号を最終号として廃刊に至った全35号。別冊を6号出しており中でも現代語訳再格特集では 里見飛んだんの、公職一代男、吉井勇版の、公職一代女などが掲載された。ありがとうございます。